が演じさせていただくのはただしという役なんですけども、彼はすごく純粋な少年でまっすぐなんですよ。やっぱり若さもあるのか、当初はやっぱ独りよがりで傲慢な、そういう一本気っていうのもちょっと見えちゃったりするんですけども、それがこの周囲の影響があって、そんな役どころになってます。そうですね、初めての舞台で、しかも初めての盾をやらせていただく上で初めての主演者たちなので、やっぱプレッシャーとかもやっぱあるんですけど、それ以上に燃えますね。楽しいです。皆さんもともといらっしゃるメンバーの方々が先輩面しないんですよ。すごくこう絡みやすいっていうか、親しみやすい方たちばっかりで、なんかすごい今もふざけたことばっかりしてるんですけどもそういう人たちのおかげでまとまりもできるし、何よりその空間を楽しむっていうことができてて、やっぱすごいいい劇団だなっていうふうに思いますけど、はいはい、これからいろいろ情報番組に出たりとか、ファッションレポーターやらせていただいたりとか、そういうことをやらせていただいてるんですけども、大きいのでいくと12月にドラマでデビューすることが決まりまして、あとそれにあたって主題歌で出演者でユニットを組んで、アルカトラというユニットなんですけども、それで CD でメジャーデビューさせていただく形になっています。これは一体何なのですか。返してください。わかりました、返します、返しますと。そうですね、やっぱり盾ありきなんですけども、それ以上に脚本に書かれているメッセージ性っていうんですか、本当に役を持っている方々もそうでなくてそうなんですけども、いろんな思いが交錯しています。思い一つで人間がどれだけ成長できて変わって生き方も変わるかっていうところが垣間見れるような作品になっているんじゃないかなと思います。その脚本も、脚本というかシナリオも楽しみにしていただいて、僕は芝居が好きです。あと見せることも好きです。そして自分も好きですし、もちろん劇団も好きです。その好きが全部まとまって一つの形になるっていう、こういういい機会を、恵んでいただいて、すごく幸せをかみしみながら毎日過ごしています。その作品をですね、皆様にもぜひ見ていただけたらなと思いますので、ぜひ劇場の方に足を運んでいただきたいと思います。お会いできるのを楽しみにしています。